大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました、今回は初代弾劾爆弾デスマッチ王者決定トーナメント準決勝ですね、準決勝の2試合、さらに、決勝まで今日は3試合お送りしたいと思います。では、準決勝第1試合をお届けします。では試合開始です。対戦カードの方は左が、ジ・アイスマンとマーク・ルーインですね。さあ、もう3回戦まで来て、準決勝まで来ましたから、これで勝ち上がったこの4選手、4レスラーは、1回、2回、3回、3回試合をやってきているという状態ですので、ダメージもあるかと思います。さあ早速ジアイスマンが被弾をした模様です。ダメージがお互いあってどうなるだろうといったところですが、早くもジアイスマン被弾しました。これはかなり厳しいでしょう。ただジアイスマンも必殺技で決めることができますので、試合はまだどうなるかは分かりません。さあマークルインの方はこれは有利になったので一気に攻めたいところでしょう。しかしマークリーンについては、戦法としてはスリーパーで決める試合が多いのでちょっと時間がかかるんですよね。一発でグッと決めれるというような展開にはなりません。大技がなかなかないのが、今、黒いタイツの方ですね。肌の露出の多い方がマークリーンです。さあ試合時間は2分経過しました。さあカウントが入ります。ロープブレイクはありませんので、あのロープ際でもカウントが入ります。さあ肩固めでギブアップを迫りますが、まだ、レフェリーのチェックは1回ですね。さあジアイスマン今ちょっとこうね、場外に一瞬飛び出たような気がするのは気のせいでしょう。脳内補完をお願いします。さあ試合時間は3分を超えて、さあ早速マークルインの、スリーパー攻撃が始まりました。毒蛇攻撃とでも言いましょうかね。地味なレスラーなんですけども、ここまで上がってきましたね。まあこの2人に関してはどちらが勝っても、ネームバリューが弱いというか低いというか、 YouTube の動画再生数を稼ぐことはできないネームバリューとでも言いましょうかね。まあそう思って新しく、ネームバリューのあるレスラーを今最近ちょっと作ってるんですけども、それをまたこの、シリーズが終わったら披露したいんですが、さあ試合の方は間もなく5分となります。意外と粘ってますね。ジアイスマンとしてはある程度相手にダメージを与えることができると、リバースゴリースペシャルボムでしたっけね、という必殺技がありますので、あれを出すことができればまだまだジアイスマンには勝機があると。さあ対するマークルインの方はこのようにスリーパーでじわじわ攻めていくタイプですが、このままずっと試合終了まで首を狙っていきますので有利ではあるんですよね。さあボストンクラブで迫りますが、まだそれでも大丈夫ですね。パンチでも倒れませんから、ジアイスマンのダメージはそれほど高くないのでしょうか。さあしかし首を絞められます。これ首にダメージ、まあ正確には頭になるんですかね。ダメージを与えると締め技の場合気力も多分、減るん、いやスタミナも減るのかな。そうなると攻め疲れもスタミナ切れという状態も見られるかもしれません。あー理にかなってますね。首を攻めておいて頭にダメージ、まあ、この首と頭が同じというカテゴリーになるはずなので、さあ凶器で人殴りしてからロープに掘ってキック。さあそしてボストンクラブ、ただこのボストンクラブ、逆エビ固めは腰にダメージを与えるので、別の部位にダメージを与えれてると。さあ来ました。いいですか、これですよ。さあっとどうですか皆さん、私の言った通りになったでしょう。いやー一発で決めましたね、さすがジアイスマン。いやーじわじわ行く試合展開になるかと思いきや、いやちょっとこのジアイスマンデスマッチ関係なく、この一発というのが、見れましたね。いやー
試合時間7分59秒 KO によりジ・アイスマンがマーク・ルーインを下しました。これで、ジ・アイスマンは決勝に進むことになりました。ちなみにこの大会は、初代弾劾爆弾デスマッチ王者決定トーナメントですので、チャンピオン勝った方がチャンピオンベルトということになります。ジ・アイスマンはこれで王手という形です。マーク・ルーインは、残念ながら敗退となりましたが、まあ、地味なレスラーの割に、しっかりと強さを見せつけた、大会でなかったでしょうか。というわけで、準決勝第1試合、この辺でお別れしたいと思います。ではまた。